の、はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすぎちゃんです。はい、はい、顔だけ浮いて見える。はい、今日は何をしていくかというと、はい、じゃん、すんちゃんの眉毛を見せて。このこの眉毛を切っていきたいと思います。切る前に話すんですけど、うん、皆さん結婚する前に気をつけてくださいね。なんで？もう一回考えてくださいね。なんで？こういう旦那もいます。頑張ってください、皆さん。好きや。頑張りましょう。私も生きてますよ、皆さん。シャイシャイ。準備物は楽しそうやな、結構。そうなの。今日ね、オリーブヤングで買ってきたこのハサミと、これと、あとは、まあ、皆さんもご存知の通り、これなんて言うんだこれなんて言うんだっけ。頑張れ、すんちゃん。ハウイヌンソッカイ、ヌンソッカイ、ヌンソッカイを使っていきます。多分ね、すんちゃんはこのペンシルで描かなくてもまあ大丈夫かな。結構毛が多いので、必要な部分は描きながらやっていこうと思います。これを使っていきます。おいおい、調べてき。それではすんちゃんアップにします。わお、ちょっと待って、すごい。いやいや、こんなにアップすんの？うん、そうだ、あともう一つ毛抜きも必要です。それではやっていこうと思います。顔何顔って何顔ってこら。やめてよ、文句ないで。かわいく、かわいく。いた、刺すな、そこ。はい、そしたら、まずこれです。これをちょっと意味合わないから。あなた、もうあなたってそのパワー出すのやめて、なんかその一気にパワー出すの。ちょっとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。うん、はい、これを使っていきます。まずここは上に整えていって。なんで？で、ここは下に整えていきます。なんで無視すんの？だから眉毛の、うんうん、その生えてる流れに沿ってまずちょっと整えてあげるの。そしたら、ちょっと待って、ちょっと描いていくね。やっぱりガイドラインだけ描いていきます。これで真ん中がどこかを。これが本当？でも本当にすごい綺麗な眉毛だからね。ちょっと待って、これで何を取るの？毛を、毛を、これで毛を取っていきます。黄色くなる、私。みかん食べ過ぎじゃない？ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちょっとダメダメ、それは約束してません。私は痛いの嫌いです。そうだよ、一回やってみよう。無理、一回やってみよう。無理だよ、あなたは。ちょっと待って、私できる？違う違う、それはダメ。ちょっと待って、それはダメ。一本だけお願い。無理、一本だけ、皆さん。あ、めっちゃ言うこと聞かないから。なんで取るのこれで。いくよ、ま、一本だけな。こういう風に、あの、シワがないようにした方がちゃんと取れたり、逸れたりするから、ここをこう引っ張って、この眉毛のラインの下にある毛っていうのを取っていくんだけど、すんちゃんは嫌だから一本だけ取っていきます。あっ準備の時間増えよ。いつだったか。あの、その前に先上。これ、これ、ティースリーオイル、あ、オイルじゃない、順番間違いすぎやろ。ローションを、この子本当にな、あの、皮膚に負担がないようにのせていきます。こっちにのせていって、これも下と上、こんな感じね。
で、これはアロエジェルでも OK です。そしたら上はなんかあんまり男性の方はあんまりやんなくていいんだって。うん、だからこの下の本当にはみ出てる部分だけやっていきます。目つぶってて。ちょっと待ってね、これ大きいから他の持ってくるね。ちょっとさっきの大きかったのでこのちっちゃいのにします。で、あ、本当にやめてよ。これは強敵だな。そしたらここの上の部分もうちょっとだけ整えていくだけね。なんかこれぽやってなった毛だけ、うん、おー、いい感じ。ほら見て、うちビフォーアフター。すげえ。オッケー、ちょっと待ってね。でも奥さんがこうやってやってくれるのいいと思います。うん、気持ちいいっすね。だな、まあ全部恥ずかしい。全部恥ずかしいの。そしたら反対側もやっていきます。で、まずここの間の毛も取っていくね。で、切った後もこういう鎮静効果のあるローションとかアロエのジェルとか塗ってあげてくださいね。そしたら反対側いきます。そしたらここの横と上をまた整えていきます。今こんな感じ。もうまた整えていくじゃん。うん、ちょっとここが足りないのかな。ここはね、まあ、それはいいとして。めっちゃ適当ですけど。それでこれとこれを使ってまずこれをこうするじゃん、うん、はみ出てる毛があるでしょ、うんうんうん、これをハサミで切るんだけど、ハサミをこう切るんじゃなくて、あそこでやらないで、そこなんかこういうふうに、こういうふうに切っていきます。ほんと？うん、なんか美容室で髪切るみたいな感じ。やばい、こう切っていい。こいつ無理出せたね。これこう切るね。無理無理、こんなん無理無理無理、こんな柔らかくねえぜ。わかった、わかった。コームで切るよりもすごく自然になるから、これではみ出した毛を切っていく感じ。うん、でちょっともうすっきり感じだね。でこっちはこう下にして、うんうん、下にしてはみ出た毛を切る。あ、目閉じてて。これは縦に切っていきます。あ、ごめんっていきます。あ、ごめん。やっぱ縦は向いてないかも。横にするね。これは強敵だな。やっぱ皆さん縦は いいかも、やんなくて。ごめんね。やるの？あ、縦じゃなくて横にやる。こっち。ちょっとすっきりした？うん、ほんとだ。綺麗だね。うん、いい感じね。そしたらこっちやっていきます。もういろいろすらこいつどうします。最後にはちゃんと皮膚のために塗ってあげる。こんな感じです。どうですか？あ、いいですね。ちょっともう、まあ足りないなって思ったらこっちだけこうペンシルで書き足してもいいかもね、うん、この辺。こんな感じです。こんな感じ？うん。めっちゃシュール。はい、こんな感じの嫁が旦那の眉毛をカットしたらどうなるかでした。
どう？一応なんか一応ね、うん、あのまあ奥さんがこんなに旦那のために眉毛を切ってくれるはすごいいいと思います。気持ちいいし、うん、まあちょっと刺してなんか痛いとこもあるし、なんか血とか出るとこもあるし、それぐらい我慢できるのが夫婦です。そうだね。はい、ありがとうございます。お時間まで頑張って。そうだね。あのまあ前からなんか眉毛汚いなって思ったんですけど、今日床が切ってくれてすっきりしていいと思います。ありがとうございます。次は、私がゆかちゃんを無理切りまーす。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。